番いきます。よーい、コロケイ、オコロケイ、ヤショケイ、よー、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督の佐野監督です。今回サイズ、機能、価格、かなり限界突破、自動補正機能もついて天井投影まで出ちゃう映画館のような大画面体験を自宅で堪能できるコスパのいいプロテクター紹介します。こちら、開封の儀、トリセツ。分厚いんですけども、日本語ページはこの厚さ。各端子、リモコンの説明、一般的な操作画面の説明も丁寧に書かれております。電源コード、こっちを本体にして、こちらは電源のコンセントに挿します。リモコン、はい、こちら電池は別途必要です。めちゃくちゃ薄いです。電源の入り切り、ミュート、真ん中が OK ボタン、戻る、ホーム画面、音量の上下。 HDMI ケーブル、こちらは通常なんですけども、差し込みしやすいタイプとなっております。そしてこちら本体でございます。こちらにロゴ、レンズ、裏、滑り止め加工されております。排気口が大きいですね。ここ2箇所も穴が開いております。ここも開いております。フォーカスリング、とても滑らかに動きます。こちら、ホコリを覆うカバーはついてませんので取り扱いに注意ください。重さチェックします。954、片手で持てる重さです。ここ21センチ、約10センチ、正面は重々ですね。本体裏側を見ますと超シンプルです。電源の差し込み口、 HDMI、 オーディオポート、 USB、 そして電源ボタン。本体は基本付属のリモコンで操作をしていきます。またはマウスをつけて操作することもできます。お持ちの iPhone、 パソコン、ゲーム機、テレビスティックなどに対応しております。こちら箱です。乗せていきます。本体後ろ、こちらに差し込みます。電流が通りますと、ここのボタンが赤く光ります。電源は長押し。平行にやっていきたいと思います。ピント合ってないのでちょっと後ろに下げます。こちらをいじってピント合わせていきます。これくらいまで咲きました。明るいので薄いですね。ほんの少し時間差はありますね。はいはいはい、夜になってから設定したいと思います。監督が一番推したいポイントは、こちら本体別に購入しなくてもプロジェクター本体を適切な角度に曲げることで、下を押さえてカクカクカクと、ここ平行にしてもう一段階下に下げることが両方ともできます。天井収納を簡単に立てます。画質、明るさについて、最高解像度はフル HD 1080 4K ではありません。輝度は 300ASIN NTSC 式域、 95% 以上カバー。色、再現率が高く、投影された映像は鮮明です。本体は高耐久性、ランプの寿命は標準5万時間、安心すぎる最長20年、自動台形補正が優秀。こちら本体、ある程度の向きであれば最適な角度に自動調整してくれます。没入感のある大きな画面で見ることができます。投影サイズは 1.0 から 4m という距離から、サイズとしては30インチから150インチまでの投射が可能です。 50% ズーム機能、こちらもリモコン操作で簡単に操作することができます。単焦点投影、なおピント調整はアナログです。ここでピントを手動で合わせることができます。意外とスムーズにじわっと動いてくれるタイプです。続きまして、最新 Android 11.0、 追加デバイスを購入する必要なく、簡単でスムーズに対応することができます。この Android システムによって、ネットフリ、アマプラ、YouTube など大画面で簡単に見ることができます。超高速 Wi-Fi 6対応、より高速で安定したインターネットを楽しめます。 Hi-Fi スピーカー内蔵、本体には臨場感がある高品質なステレオスピーカーが内蔵されております。実際の生の音はこちら。監督からも監督です。今回ですね、牢屋さんのテレビボードを購入しました。監督、今テレビボードを持っておりますが、なぜ？ただこの音でも満足できない方はですね、なんと Bluetooth 5.2 が対応しております。お持ちの Bluetooth スピーカーや Bluetooth ヘッドホン、それらを高速で安定して接続することができます。
重さに耐えきれずにゆっくりこういい感じでしなっておりました。重さに耐えきれずにゆっくりこういい感じでしなっておりました。見た目は気にしないんですけども。あと監督気なのが動作音。こちらは独自の冷却システムを搭載。快適で静かな視聴環境。静音ファンがついておりまして、28デシベル以下。ま、といってもですね、実際にどうなのかというものをですね、見てみましょう。こちら。はい、近づけます。本体、音楽を流せば音は多分かき消されるかなと思います。いかがだったでしょうか。改めておすすめポイントを紹介していきます。本体こちら1台で簡単に自宅で映画館気分が味わえます。向きは自由自在に変えることができます。そしてなんといってもこちら天井投影プロジェクター、興味がある方はぜひ詳細をご覧ください。カントグラムの監督でした。天井投影までいけちゃう最適な、自由、自在です。自在です。こちらのこの電源コード、ここ引っかかりますので、こういう向きでつけると干渉しませんでした。